クズロルダはカザフスタン共和国の都市、クズロルダ州の州都、人口およそ16万人。ロシア語ではキジロルダと呼ばれる。ラテン文字表記はキジルダ、またはロシア語に習ってクジルオルダ、キシルオーダ。欠片の気候区分では砂漠気候である。気温の年角差が大きく、冬季寒冷、夏季高温である。降水量は秋から冬にかけて、 若干多くなる。冬を中心に降雪が見られ、1月は特に降雪日数が多い。クズロルダは1820年、高官土藩国がアクメチェと要塞として建設した。同国出身の軍人役部ベクがこの要塞の司令官を務め、これは1853年にワシリー・ペロフスキー将軍率いるロシア軍に占領されるまで続いた。 アクメチェト要塞を占領したロシア人はこの要塞の名前をペロフスキー要塞と改めた。以後1867年までの間この町はペロフスクと呼ばれ、1920年まではアクメチェトと呼ばれた。そして1925年クズロルダと呼ばれるようになった。クズロルダとはカザフ語で赤い中心もしくは赤い宮殿という意味を持つ。ありがとうございます。